ホルヘラファエル・ポサダ・ビジェタは、プエルトリコさんアン出身の元プロ野球選手、ウト・リョーダ、デレク・ジーター、アンディ・ペキット、マリアノ・リベラと並び、ニューヨーク・ヤンキース・ハイヌキのコアホーの一人であり、長年にわたりチームを支えた、フランチャイズプレイヤー、現役生活17年で、オールスター出場5回を誇る。2015年には、背番号20が、 ヤンキースの永久欠番に指定された。1970年、プエルトリコのサンフアン・サントゥルセ地区で生まれる。父親は、ロッキーズの中南米担当スカウト、おじは、ドジャース参加のマイナーリーグで、打撃コーチを務めるなど野球一家で育つ。後に、地元大学に進学し、当時は、バスケットボール、バレーボールや、陸上競技の短距離走など、野球以外の競技にも打ち込んだ。 1990年、ドラフト24巡目で、ヤンキースから指名され入団。マイナー時代は2塁、3塁、外野と様々なポジションをこなし、1995年のメジャーデビューと同時に保守に定着した。デビュー2年目まではほとんど出場機会がなかったが、3年目の1997年には60試合に出場し、打率250.6本塁だ。 25打点と徐々に頭角を表す。1998年はシーズンを通して出場し、打率268.17本塁が63打点を記録。チームのワールドシリーズ制覇に貢献した。翌1999年は17個のホイツを記録しレギュラー定着に課題を残したが、チームは2年連続のワールドシリーズ制覇を果たした。 2000年、第2捕手であったジョージ・ラルディがシカゴ・カブスに移籍すると、正捕手の座を不動のものとする。打撃力も向上し、チームの主軸打者としても活躍、打率、287.28 28本塁が87打点を記録した。ニューヨーク・メッツとのサブウェイシリーズとなった同年のワールドシリーズでは、高リードを披露、チームを優勝に導いた。2003年には、 自己最多となる30本類が101打点を記録し、MVP の投票ではアレックス・ロドリンゲス、カルロス・デルガドに次ぐ3位。2004年は5月12日のエンゼルス戦で早急が顔面に直撃し、尾骨を骨折。4試合を欠場した後、出場を続けたが、この怪我を境に好調な打撃が不調に。7月11日のデビルレイズ戦で足首を捻挫し、 医師から出場できる状態ではないと言われたが、翌戦を先発出場。最終的には打率272.21本塁が81打点と前年より成績が低下し、シルバースラッガー賞とオールスターの連続受賞、選出が4年で途切れた。2007年はアメリカンリーグ4位の打率338という高打率を記録し、4年ぶりに シルバースラッガー賞も受賞したが、チームは3年連続で地区シリーズ敗退となった。シーズン終了後の11月29日には、ヤンキースと4年総額5240万ドルで再契約した。2008年は4月28日に、右肩2でキャリア初の故障者リスト入り、6月に復帰したが、万全でない右肩の状態は、早球や補給に悪影響を及ぼし、 ポセモリーナが代わりに先発マスクを被る機会が増えた。ポサダは、指名打者や一類手としての出場を模索したが、7月26日に、ゼイビアネーディがトレードで加入したことに伴い、チームの助けになることを誇りを持ってきた。しかしゼイビアが加わったことで復帰への重圧は、軽減されたと表明。7月20日に、右肩関節唇損傷で、再び故障者リスト入りした後、 7月30日に手術を受け残りのシーズンは出場しなかった。2009年9月1日のオリオールズ戦で2回表にボールカウントを間違えて4ボールになったにもかかわらず一塁に向かわなかったために審判に指摘されてフォアボールで出塁し、さらに同試合の5回表にはストライクカウントを間違え2ストライクの時点でベンチに戻りかけるというチンプレーを見せた。 9月16日のブルージェイズ戦では、相手投手のジェシー・カールソンと乱闘騒ぎを起こし、カールソンと共に3試合の出場停止処分を受けた。そして2年ぶりとなるプレーオフ進出に貢献した。2010年6月には、ヤンキースの選手としては1937年のビルディッキー以来となる2試合連続満塁本塁打を放つ。また、7月23日のカンザスシティロイヤルズ戦で、 通算戦打点を記録した。2011年は、ポサダの守備率低下に伴い、オフにロサンゼルスドジャースからラッセル・マーティンが加入。ポサダは、指名打者、一塁主として出場させる方針が取られ、保守としての出場は一試合にとどまった。8月25日のオークランドアスレチックス戦では、大差のついた9回に、ロビンソン・カノーに代わり二塁主として出場。最後の打者はアウトにする際、 一塁への力強い早球がショートバウンドし守っていたニックスウィッシュシーズン終了後自由契約となった2012年1月24日現役引退会見を行ったポサダの背番号20ニューヨークヤンキースの永久欠番に2015年指定引退から3年後の2015年2月16日にフルスヤンキースはポサダの背番号 20を、かつてのチームメイトであるアンディ・ペティットの46、バーニー・ウィリアムスの51とともに永久欠番に指定することを発表し、同年8月22日に欠番表彰式が行われた。ヤンキースでは、ヨギベラ以来の強打の保守と言われ、シーズン30本類代以上を記録したヤンキースの保守は、ベラとポサダ、ケイリー・サンチェスのみ、シルバースラッガー賞も5回受賞している。 スイッチヒッターであり、左打席ではシャープな、右打席ではパワフルな打撃を見せる。ボールを見極めて打つ傾向にあり、三振が多い反面、死球も比較的多く、出塁率も高い。指名打者や一塁手として出場し、クリーンアップを任されることも多かった。また、近年の選手では珍しく、バッティンググローブを用いず、素手でバットを持って打席に立った。 守備面では肩も強く、フットワークも良い一方で、送球や補給に難があった。投塁阻止率はあまり高くなく、パスボールも多い。ワンバウンドしたボールを体全体で止めようとせず、片手で取りに行くような、やや軽率な補給姿勢が目につく。リード面では成長を見せたが、これらの弱点は最後まで改善されず、ゴールドグラブ上とは縁がなかった。 晩年は守備力の低下が、如実に現れ、2009年シーズンに、第二捕手だったホセモリーナが出場した試合の、防御率は3.31だったのに対し、ポサダの場合は5.04だった。特に、A.J. バーネットと相性が悪く、バッテリーを組むことを拒否された。2008年に、ヤンキースの監督に就任したジラルディとは、1996年から1999年に、 かけてポジション争いをした中であり、船仮説が取り沙汰された。これに対してポサダは、ジラルディは私の師匠だ。保守というポジションを毎年続けることがどれだけ重要かを教えてくれたという文章を発表した。一方のジラルディも、就任会見で選手時代のポサダとの関係は、お互いに切磋琢磨するものだったと、こちらも船仮説を否定。しかし、 2011年5月14日のレッドソックス戦でポサダが出場を拒否する騒動が起き、両者間に溝が存在することが伺われた。息子のホルヘ・ポサダ・ジュニアが生後10日で頭蓋骨包合層肌合症と診断され、生後から数回にわたり手術を受けている。ポサダはこの病気の治療法の研究と息子と同じようにこの病気の影響を受けている。 子供たちやその家族へのサポートを目的に、ホルヘポサダ基金を設立し、オフシーズンにはチャリティイベントなどを行っている。ありがとうございます。